根本俊一、根本俊一、根本俊一,一、1983年7月8日台は、東京都西多摩郡水戸町出身の元プロ、野球選手、内野手。右投へ左だ。現在は、千葉ロッテマリーンズの一軍内野手備、総類コーチ。花崎徳井高で3年時に首相として、チームを経引し、第83回全国高等学校野球選手権。 大会に出場。また、高校生時代は、チームのキャプテンであるだけではなく、学校の生徒会長でもあった。東北福祉大学へと進学して、の、第53回大学野球選手権で一番打者として、優勝に大きく貢献した。6月16日の決勝戦では、日本大学の先発、ナスの匠から3打数1安打という成績を残している。 の大学生、社会人ドラフトでロッテから三巡目で指名を受け入団。は5月10日に初めて一軍に昇格し、5月11日に大ーで初出場。5月12日に9番二類種で初めてスタメン出場を果たし無安打だったが、5月13日は休養の西岡強に代わり、1番遊撃種でスタン出場。この日も打数無安打だったが、 10回裏西二塁の場面でプロ初アンダーよりも先にプロ初敬遠を記録する珍しい事態が発生した試合は福浦和也がサヨナラアンダーを放ち勝利5月14日に黒田博樹からプロ初アンダーを放った最終的には31試合に出場するも打率1割台三振率は4割を超えるなど結果を残せず昇格してからちょうど1ヶ月後に2軍落ちした 2軍では、左方向への安打を量産し、打率。343で、イースタンリーグ首位打者を獲得し、1年目から2軍の主力選手として活躍した。2塁打24本も、同リーグ1位。11盗塁を決めたが、盗塁失敗12回も記録した。5月25日の阪神タイガース戦で、3から2と1点リードの9回表無視3塁のピンチで4番。 金本智明のセンター前に抜けるような当たりを全身守備ながらもダイビングキャッチで候補し一塁に送球する前にずれた帽子を一瞬で直すという新人離れの余裕を見せた根本自身は無理だったと話しているこのプレーが相手に傾きかけた流れを阻み試合に勝利したこのプレーはコープレーなどプロ野球のコーチンプレイ番組で何度か紹介された 5月27日の大巨人戦では、ダイソーから途中出場し、10回表無視一塁で打席についた。ここで、ボビー・バーレンタイン監督からバスター・エンドランを指示されると、福田聡氏が低めに投じたストレートをセンター前に弾き返し、直後の福浦の決勝的自打を呼び込んだ。本人の最も印象に残っている試合、プレーとして挙げている。は、9番。 二類種で初の開幕戦スタメン出場を果たす。プロ初本塁打を打ち、打率。266と、まずまずの成績を残していたものの、二類のレギュラーには、青野武氏が定着し、青野の離脱後は、ホセオーティズが二類のレギュラーになったため、怪我の影響もあり、結局この年も一軍定着はならなかった。二軍では、規定打席には到達しなかったものの、打率。 383と引き続き、高打率を記録した。は、春先から好調を維持。4月13日の対北海道、日本ハームファイターズ戦では、10回裏に、武田久志から、プロイル初のサヨナラ安打を放った。また、7月11日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦で、球団新記録となる、チーム今季4本目のランニングホームランを放ち、こちらも、 球団新記録となる高卒ルーキー5勝目を挙げた唐川優己と共に、ローインタビューを受けた。打率は3割台前半を推移していたが、8月に調子を落とし、最終的には打率、296と3割を切ってしまった。しかし、110試合に出場し、プロに入ってからは最高となる成績を収めた。なお、この年から2010年まで生が同じ読みの根元、 ト久が在籍したため、根本俊一とアナウンスされているスコアボード表記は根本のまま。千葉マリンスタジアムでのベンチ入りメンバー紹介の時だけ、今元俊と表記。ちなみに、根本ト久は根本智モと表示される。は、井口忠人の入団で、出番が減少し、井口や西岡の不祥離脱時も結果を残すことができず、打率174に終わり。 西岡離脱の穴を埋めた、早坂圭介や、この年初めて三割を記録した、平内久男に多少遅れをとししまった。守備面でも、イップスを発症し安定した送球ができなくなり、克服のための苦難が始まった。は1月10日に、一般人女性と結婚、打率、196に止まり、目立った成績を残せなかった。8月21日の大西部戦で、 マキタ・カズヒサから自身3年ぶりのサヨナラ安打を放った。は、オープン戦で打率。390と好結果を残し、開幕戦で2番、遊撃手としてスタメン起用された。その後、1年を通じて遊撃手のポジションに定着。自身初の規定打席到達を果たした。チームでホームラン数が多いことから、シーズン終盤には3番打者として起用されることも、 あった。また、この年のギダ数40は、日本ハムの小屋の栄一と並びこの年のパリーグ最多である。シーズンより、背番号を2に変更。春先に肩の弱さや、早球の不安定さを露呈してしまう場面が多くあり、セカンドを守っていた鈴木大地とに勇敢を交換する形で、セカンドにコンバートされた。また、7月26日に、左太もも痛で、 登録抹消されたこともあり、成績は昨年より下がった。もう開幕スタメンに名を連ねたものの、打撃の調子が上がらず、新外国人のルイス・クルーズの加入もあって、出場機会が激減した。終盤は井口に代わって一流医師として起用されたが、結果を残せず打率は1割台に終わった。は、ルーキーの中村翔吾の加入や高浜拓也の台頭により、 出場機会はさらに減少した。打率は前年より持ち直したもが、守備では一塁手や指名打者での出場が多くなり、62試合の出場に終わった。9月27日に今季限りで引退することを発表した。10月7日、ZOZO ゾゾマリンスタジアムでの福岡ソフトバンクホークス1000で引退試合が行われ、7番左翼手としてスタメンフル出場。 夕頃、中日、左茶日、に頃と読んだスームアンダで、現役生活を終えた。10月16日、球団から一軍内野守備、総類コーチへの就任が発表された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。